はい、そんなわけでね、いきなりなんですけど、デススマイルズ。最近ね、ちょっとこれ360また起動させて遊んでんだけど、直撮りでどこまで撮れるのか今ね、まあチェックがてら行きたいと思います。でも本当、久しぶりにやるとね、全然ね、腕が落ちてるね。ね。ね。まあこれがやりたいがために、これともう一個か。とあるゲームがやりたいがために360買ったんで、とあるゲーム、ロリポップチェーンソー。そう、まあ、これもね、あの特別めちゃくちゃうまいってわけじゃないけど、ゲーセンで結構やってて、なんだっけ、100円で決まったコースで一応エンディングまではいけたゲーム。あのエキストラはね 100% 無理。ちょっとこのぐらい、このぐらい、もうちょい、こんぐらいか。そう、まあレベル各ステージ1から3まで選べて、1から3まで選べて、ずっとね、もう3でいくとね、難しいモードなんだよね。音もちろん聞いておく。あ、でもやっぱあれかな、キャプチャーボードもあるんだけどね。そう、ちょっと使い方よく分かってないから、とりあえず直撮りでどんなもんかっていうね、テストがてら。だからこれレベル3ばっかでいくと、難しいモードになって、敵破壊した時に打ち返し弾打ってくんだよね。そう、いや、嫌だよそれを妖精さんで吸い取りながらハイスコア目指していくみたいな感じなんだけど、アテクシにはそれは無理でございます。いや、何回もやってんのよ。やってんだけどね、難しいんですよ。まあ、とりあえずこれはね、そのノーコンティニューでラストまで。もちろんボムはあり、ボムはありなんだけどね、基本的になんかボム使ったら嫌な性格なので、使わずにできる限り頑張るみたいな。プライドってほどでもないんだけどね、なんかシューティングゲームでボム使ったら負けみたいなのない？まあ、ある。だけどボム使わないで死ぬっていうのも、それもそれでアホな話。デスサイズ3連戦。そう、まあ、レベル1だと1回なんだけど、レベル2が2回。レベル3だと3回戦。3回戦っていうか3匹。あれ、レベル1の2匹出てきたっけ。そこのね、3回目がなんかあの鎌の形、これによってなんか避けれる避けれないの形が決まる。やべえ、食らっちゃっちゃー。デスサイズナイスですよ食らっちゃっちゃよ。どうしよう、やっちゃっちゃ、いいですよ、頑張っちゃ、やっちゃっちゃ、やべえなやべえ、1.5 じゃない、0.5 食らってる。マジか。とりあえずこの火山で体力ゲージ1個増やしたい。あのこれなんか点数稼ぎやの、あの王冠割とかおかわりとかあるんだけど、おかわりがね、成功したこと1回しかないのよ。行きまーす。そう、上手い人のね、動画とか見ると、このゲージが減ってった後でまたゲージ満タンのチャージとかね、やってる人いるんだけど、すげえなと思うんですよ。でもそれをマスターしたら多分、ハイスコアのアベレージがもっと上がると思う。とりあえずノーコンでクリア、あー危ねえっていうのと、このここの場所では体力ゲージを1個増やしたい。楽だけど、あれ、いや、増えた、そういうね、減るでしょうとかマイナスなことは言わないように。事実じゃないよ、頑張るよ。減らさないで頑張る。
りあえずでも1万点をひたすら食べ込む。あばばばばばばば。あータイムアップ。いやダメだ、さっ、あーやーべ、何やっちゃってんの。お疲れ様でした。お疲れ様でしたじゃねえよ。顔面の意味。あー自爆ですね、完全に 1.5 食らってる。自爆ですね、じゃねえよ。いやマジか。マジか。うわあ。マジ？ババリアさん。やっておしまい、ババリアさん。そう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 。あもうこいつはね、上からの岩とあれだよね、ぷよぷよがやだ。火柱とかはまだいけるんだけどね、ぷよぷよとあのお米無理ね。もうちょいこうこうこう来るのでは。ぷよぷよいらっしゃいいらっしゃいじゃないよ、ぷよぷよ。楽しいよ。楽しくないよ、これもうこのぐらいの量だったらいいけど、だんだん増えていくじゃん。可愛いから。ほらほらほら、増えてきた増えてきた。可愛いから。メリ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 。あほら。ぷよぷよナイス。ナイスじゃねえよ。いやいやいや、お米きた、お米お米。米やだ。頑張るわ、行くね、大丈夫大丈夫。よっしゃ。無理よ。次はモリリンを使用する。モリリン、ああモリリン、モリリン。あ、レベル3が映ったらこうか。こんぐらい。もうやっぱキャプチャーボード使った方がいいのかね。あれ今1000いってんだっけ。いってないよね。いや、いってない。691やん。いってないから、じゃあモリリン。そこさささささ。いや、2でしょ。森林行きます。最初。いや、これね、難易度調整しないと。打ち返しがあるから。いや、それが怖いんですよ。一回やってみるのに。無理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 。いや、何回もやってる、何回もやってるけど、安定してそのラストまでいけないのよ。いやー、きついね。とりあえずここでまあ1000を線貯めてキープしたまま次に挑む。でも調子こいてるとなんか下から出てくる半魚丼にやられるのに。あべべべべ。まああとあれね、ボスのリンゴ。かわいい。かわいくないよ、嫌だよ。おしゃれ。何をどう見たらおしゃれなの。王冠割とかそこら辺もね、もう全然ちょっとでき始めてたぐらいなんだけど、もう今さっぱり無理になってる。とりあえず線のままキープ。うろーんうろーんうろーんうろろろん。とりあえずリンゴが嫌だ。リンゴが嫌。可愛くないって。リンゴが嫌。なんかうまく画角収まんない。こう。こんぐらい。今1000いったよね。じゃあ3。あ、でもさ、この時点でもう2個食らってるのが嫌だ。
ああマジ。お疲れ様でした。2.5 食らってる。まあ、2.5 はきついな。大丈夫、見てみたら。マジか。また割りしなくていいですか。終わってるよ。あ、なんか終わってる。いや、一回バウンドさせて細かくして数を増やしてそこから取るっていうのがこれの。なんかバウンドしてないの。直で、ね、吸い取っちゃうのもしょうがないでしょ。離れれば。いや、そういうわけにもいかない。うわ、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 わ。あ、ケーキ、ケーキ、ケーキ。ケーキじゃねえか、プリン、プリン。どっちでもいい。あ、おかわり、あ、できてない。さっきっていうか、あの途中まではね回復できたんだよね。だからそのゲージがなくなる直前でまた1000までチャージっていうやってる人いるんだけど、それがねできないんですよ。にゃあ、ジョルダン、ジョルダン、ジョルダンはよせ。岩が硬いんだよ。メリー、まあ岩は硬いもんだけど。ブドウ、ブドウキャンディ。そう、心臓さえ気をつければ。ローザちゃんね、この下に降りた時のこの足の動きがすごい好きなんだけど。バカなことしちゃダメよ。今1000いったから湖畔。さまあでも体力ゲージがもう今満タンまで来たから、まあ、あとはひたすら点数稼ぎ、死なない程度に頑張るみたいな。まあで大体そういうパターンだよね。頑張って最後の最後でダメだったっていうパターン。いきまーす。来いよドクロ、来いよ、吸い取ったで。おかわり。よし来た、1万点。そこか。いや、これ割れるのかどうかなんで、空中だからさ、危ない、危ない。アップ。ちょっと離れてる。ほら、だって流れてっちゃうもん。え、もう一回、もう一回ですよ。だって、ここは取れるけど、さっきなんか思いっきり後ろに行っちゃったじゃん。まあ、どうも。王冠割り。あ、でも今190まで来た。あ、違うんだよ。金が出た時にボム使うのか。なんかね、シューティングってボム使ったら負けなんだけど、負けってだ、うん、勝ち負けじゃないんだけどさ、使いたくないんだよ。使いたくないんだけど、なんか危ね、あぶー、頑張って、あぶ、牛頑張って。なんで牛の応援をしてる。あ、やべやべ、いやーもう怖え。とりあえずボムありでもゴリ押しでラストまで行くみたいな。500? 618か。
ー厳しいな、もう完全に腕落ちてる。3、3、3。いや、ここで3にしたら多分次のステージもあれでしょ、難しいモードになっちゃうでしょ。大丈夫、大丈夫、1回ぐらい。1回ぐらいじゃない、きついんすよ。問題ない、問題ない。まあでも先を進むには練習しかないんだけどね。でもね、エキストラとかね、何回やってもクリアできる気がしないんだよね。とりあえず、さくらちゃん頑張ろう。今754、いけるか。はい、来た。いきまーす。吸い取ります、吸い取ります、吸い取ります。吸い取ります。おかわりやればいい。おかわり、まだ王冠出てきてないじゃん。あぶねえ、今超危なかったよ。危なかった。ここプリン出てくる。プリン、プリン、ケーキ、ケーキ、プリン、ケーキ、ケーキ、プリン、ケーキ、プリン、ケーキ、プリン。あー割る前にだってみんな沼に落ちちゃうもん。大丈夫、沼で割れてるから。さくらちゃん、とりあえずプリンから逃げる。プリンから逃げる。あとでこれ食らわないでいければいいんだ。あ、プリン、あ、プリン取っちゃった。魔法陣とね、壺なんだよね、嫌なのは。よいしょ。壺、壺。ちょっと頑張って。はいはいはい。壺の応援をしないように。壺、壺、壺、壺。壺、壺、壺。もう勝ったね。ティティー、ティティー。まあ、さくらちゃん終わったから次あれか。あれ？の次父ちゃん。父ちゃん？だ。めんちゃら。あ、そこはこっち。左は行かない。まあ悪いのはお父ちゃまだから、お父ちゃまをやっつけに行かなきゃいけない。これ一発で飛ばせらんないからきついね。連打だよ、連打。こっちのエキストラ行くとも無理なのよ。そうすると強制的にファイナルも危ない。押さないで怖いよ、あっち行きたくないもん。取れ高、取れ高。無理、取れ高とかじゃないでしょとりあえずパパちゃんをやっつけに行かなきゃいけない。おお。今400、466。4、526。まあ、どこで使うかだよね。ピンチまで待ってピンチに使うとかなると、もうな、そういう風に考えてると死ぬからね。ただ溜まったら使うぐらいな勢い。680、680、732。855、858。ヤズヤ。あー、メリ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 。あ、違う違う違う。あぶねー。
危なかったっす。その気に。でこれ使った瞬間死ぬの？メンチャロってメンチャロ。メンチャロっていうの？あのでっかい目玉の。そうなの？メンチャロ。これ地面がないから割れないよね、でかいの来ても。いや、一回落ちてみたら。落ちるでしょ。いや、やってみたよ。ほら、落ちてんじゃん。だって、あの、下にあるから。あ、おー、おかわりできた。こうやってんのね。おー、だいたいわかった。金の王冠がいっぱい出てるときに、カウンターが少ないときにボムで一気にカウンターゼロにして金のまま取ると。あ、だいぶ分かってきた。まあ、場所と運によりけり。ここの時点で1000溜まってると結構有利かも。まあ、スコア稼ぎには。まあ、安全かどうかはまた別問題なんだけど、怖い。無理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 。あぶねえ。ああ、超怖かった。行きます。ゴリゴリ行きます。ゴリゴリ。割れてるでしょ。インバウンド。インバウンド言うのかな。バウンド。バウンドケーキ。あー、ほらやっぱ金のでかいまま来ちゃうんだよね。まあ今カウンター350は無理だね、おかわり。さっきやった時はそのカウンターがもう数十の時にボム使ったんだけど、もう今ボムねえからおかわり無理じゃん。あ、そうそうそう。じゃあケーキ買ってね。いや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 、そんなとこなんだろう。いや怖い怖い怖い。いや余裕じゃん。余裕じゃないよ、すげえ怖いもん。どんはもう高年度。ほら怖いもん。大丈夫大丈夫。あー、怖い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 。危ねえ。あの、次みたいだ。だからそれをね、すぐやっつけなきゃいけないんだよ。これも弾出すまでにやっつけないと。下の、そう、下からの跳ね返しがね、きついのよ。はい、よし、よしよしよし、はい、舞踏会。ほら、やっぱ下落ちるよ、地面ないもん。あるよ、地面。地面なんか人間じゃん。あー、ここじゃないよ、使うの。はい、落ちました。間違えた。いやー、いけるかなー。おー、オーダー割れないって今。地面ないから。おー、危ねえ。いや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 、無理無理無理。危ねえ、無理よ。吸い取る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 。割りてえけど無理。あー、ちょうどいいところで切れた。タイムアップになった。怖い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 。よし、この位置、この位置でティティを固定して、さあ次はお米タイム。
村人。お父さんはおかしくなってしまった。さきらちゃん。みんなでやればいいんだよ。よし、ちょっと私の邪魔をするなやべ、おいおいおい、ちょっとあれ今のはさすがに何やってんの、やべ、何やっちゃってんの、あれちょっと今の何やっちゃってんの、何無駄に2個削ってんのいや、もう使ってそう座布団の位置変えてる場合じゃなかったよ。またね、こっからちょっとお米の戦いだから頑張るよ。お米、確かノーボムでね、ケーキが出てきたと思うから、そう、ノーボム、ノーボム、お米怖いって、お米が怖いって、ナイス、お米が怖いって、お米頑張って、くらえじゃねえよ、くらいたくねえよ、よし、ちょっとダメージいきたいから、2個削れてるもん、何ダメージ食らってんの、確かに今この光になっちゃう、あぶだめ、取り戻さない、無理ですよ、自分のことしか考えていない、よし来た、ガブリンチョ来た、ガブリンチョ、何今の、いや無理、行きまーす、ガブリンチョ頑張って、ガブリンチョ頑張ってやって、これガブリンチョ好きなの、とりあえずね、そのワンクレでなんとかラストまでっていう目標はある、ガブリンチョ頑張って、だけどボムは容赦なく使う、あぶねー、ガブリンチョ、これもね、完璧にね倒せることがないんだよね、この箱とかどうすりゃいいのかわかんないんだよ、あっ、おっと、ガブリンチョナイス、バカ何やってんのよ、これ箱の避け方が分かんなくてさ、やべえ、ナイス、どこで食らった、弾食らった、もういいや、もうボムちょっと強引に行きますよ、あ、五芒星、そう、これね魔法陣も嫌なのよ、はい、なんか死んでくださいって言われた気がする、ダメージ頑張って、ボボ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 ボ、シャパパンパンパン、シャパパンパン、シャパンパンパパン、ダメージ頑張って、ダメージ頑張って、無理、ダメージ頑張って、はい、パパ落下、ガブリンチョ頑張った、ちょっと、まあボムゴリ押してもう勝つしかないね、まああとボムないから一回やられた後ボムるみたいな、いや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 、これがもうはい、ボムる、はい、勝ち、うわ、美しくない勝ち方で、終了、いやでも結構あれだね、その画面のちらつきとかそのまま来てるね、うん、やっぱりキャプチャーボードかました方が全然時間いいみたい、ただこれをね、どっちのエンディングにするかだよね、まあ別にこのなんだね趣旨がよく分かんないからね、キャプチャーボード次使ってみようか、どこまで綺麗に撮れるのか、でもそうすると今度はね、録音機器とかも別のルートにしなきゃいけないんだよね、うん、だからゲーム畑の人たちは結構機材揃えてるの大変だと思う、どっち選ぶの、あ、勝手に押すなや、パパとママに会いたい、あれ全部これあれだよ、なんか誘拐とか事故でこっちの世界来ちゃった人たちだよね、
誘拐、誘拐じゃねえか、誘拐事故とかですか。ガンツの世界、死んだ、死んじゃいないのか、死んではいない、事故の時に光が来た。なるほどね。まあそんなわけでね、今回の動画はこんな感じになります。まあ、次なんかね、やるときはちょっとキャプチャーボードかましてみるかもしんないし、まあ、あとはライブ配信、まあ、こんな感じで映しながらね、なんか遊びながらワイワイ雑談とかもありかなっていうのは感じてます。はい、そんなわけでご視聴ありがとうございました。エンディングは飛ばします。